Thank you.
もうちょい。はい。
ライトなの。スマートフォンをですね、音楽つけますので、ぜひ快適な作業ができるんじゃないかなというふうに思っております。で、あと、3番目のですね、スマート化への対応ということで、こちらの特殊仕様のグッドカタシス、これも見ているこちらの方がグッドカタシスなんですけども、こちらの特殊仕様のグッドカタシス、50分間とございます。永遠に満
会場は1階屋外の会場がございます。2階には会場がございませんご注意ください。1階屋内展示場におきましては、農業用小物資材から大型トラクターなどメーカーが一度に集結し、新型機械の展示や生産コストを抑える機械資材の補正や最新技術を集めましたスマート農業コーナーも。こちらは適合実践者の大田市を参加いたしまして、文化発展を受けていたしました。これまでは皆様にね、いろんな商品をご提案しておりますが、まずは今日はね、この1台を見ていただきたいということで、まず商品の展示をさせていただいております。さあ、その他にもこの2023年を迎えまして、久保田の最先端の高さを出しまして、1月末から3日間60度、60度、70度と新たに設置し、アシスト11機能が採用されたドラクターをこれまで皆さん実現の技を行いまして、見えかけや保温作業などのアクティビティを行う作業も、この機械で技術機能を使っていただきますと、誰でも簡単に真っ直ぐに、そして時間を少なく作業することで、この熱中症の60度、65度、70度
まあ、こういう現実的な人があるのはあるんだけど、なぜ、そういう現実知るのが一番考えることは何まあまあまあまずはまあまあ見てからですね。これを実現するのが久保田ならではの高精度脱穀システムです。直径420ミリ、長さ900ミリの大径ドーム小軌道で海の石が取れない感じになるかなってなるって思うかな。スイカ下がこう上まで上がれないのかなと思う。上げたらこうドローン足りるね。覚えとって。ちょっと上げただけ。ちょっと上げただけ。さっき円盤のロータリーに穴もわからんもんだろうと思って。違う違う。あそこでわかりにかっちゃうね。円盤の方。ドボンついたらわからんもんってなるけど。円盤の方もちょっと上げとかないか。今まで一発で。
多分標準よりちょっと上げぐらいだ。ちょっと今下がっとった。あ、上げとった。下げないかったね。ちょっと上げね。ああ、なるほどね。ちょっと上げたったら今ちょっと上がっとる。いや、うん、今ちょうどどっかい見ればよかった今ちょうど見る場所によっては高さが全然だから普通に合わせてよかったのかね。そこが標準やろ。見えるかな。